紹介試験を始める前に音を聞いてください。まだ問題用紙を開けないでください。音がよく聞こえない時は手を挙げてください。天気がいいから散歩しましょう。 天気がいいから散歩しましょう。天気がいいから散歩しましまょう問題1問題1では、まず質問を聞いてください。それから話を聞いて、 問題用紙の1から4の中から最も良いものを1つ選んでくださいでは練習しましょう<で>夫婦が話しています。2人は友達に。 何をプレゼントすることにしましたかねえたかしくんに引っ越し手伝ってもらったお礼に何かあげたいんだけど何にしようかそうだなぁたかしはおしゃれだからかっこいい t シャツとかはそういうのは本人が選んだ方がいいんじゃないこの前トースターが欲しいって言ってたからそれどうかなあそれ 先輩がくれることになったって言ってたよ。そういえば、たかしはコーヒー豆をいつも買って飲んでるみたいだから、それあげないああ、いいね。早速買いに行こうよ。駅前のショッピングセンターに良さそうなコーヒーショップあったよね。あったね。スーパーのと僕は自分用に缶ビール買おうかな。そうね。じゃあ行こう。 二人は友達に何をプレゼントすることにしましたか最も良いものは3番です。回答用紙の問題1の例のところを見てください。最も良いものは3番ですから答えはこのように書きます。では始めます。 1一番父親と娘が話しています二人は母の日にどうすることにしましたか今度の日曜は母の日だなまゆみ、何かするのかそうね去年はワインをプレゼントしたのよね今年もそれにしようかなお父さんもお金出してくれたらすっごくいいのが買えるよ あのワインほとんどマユミが飲んだじゃないか。意味ないよ。それより、ちょっとおしゃれなレストランにでも一緒に行くっていうのはどうだそれもいいけど、いいこと思いついた。ねえ、お父さんが料理したらどうすごく上手じゃない。お母さん喜ぶと思うよ。おい、マユミは何もしないつもりか当然一緒に作るだろうな。 ああわかったわかった私もするよお母さんはその日一日何もしなくていいってことでいいんじゃないお皿洗いとか片付けは私がするからねお父さん2二人は母の日にどうすることにしましたか 2番 2> 男の人と女の人が会社で仕事について話しています男の人はこれからまず何をしますかお忙しそうですねお手伝いしましょうかあすみませんじゃあお言葉に甘えて今そこにある手書きのメモを パソコンに入力してるんですけどねはい、じゃあ私入力やりましょうかうんと、それはいいですそれよりそのメモに年齢が書いてあるでしょう若い順番に並べてもらえますかいっぱいあるからその方が効率いいんでわかりましたあの、これ入力したらグラフとか作るんですか最後まで伝いますよ ああ助かりますこれからグラフ作ってコメントをつける作業がありますそれからプリントアウトして資料作りなんです男の人は「これからまず何をしますか?」。 3番男の学生と女の学生が選択授業について話しています。女の学生はどうすえーと午後の選択授業は漫画で知る日本の文化歴史小説を読むビジネス英語その3つだね。どうするう これって別に取らなくてもいいんだよねそうだね。自由選択だから。でも面白そうじゃない。歴史小説とか。勉強にもなるだろうし。あとはビジネス英語もいいかな。役に立つよね。私は取るなら役に立つタイプより楽しめるもの。やっぱり大好きな漫画だな。でもどうしよう。この時間だと。 終わったらすぐアルバイトに行かなきゃならないし好きなものがあるなら取ったら取らないっていうのはもったいないよ僕は歴史が好きだから歴史にするよそうだねじゃあ私も好きなものにする「女の学生はどうすることにしましたか?」。 4番、男の人が博物館のチケット売り場で係員と話しています男の人はいくら払いますかすす。みまません。大人2人お願いしますはいあの失礼ですがご一緒の方は70歳以上でいらっしゃいますかそれでしたら半額になりますがえそうなんですか ええ、母なんですが、70歳は超えてます。じゃあ、大人一人分1000円だから、その半分ですね。そうですね。あれ、回数券というのもあるんですね。ええ、11枚で1万円です。使用期限はありませんし、何人でお使いになってもいいので、何度もいらっしゃる場合は、大勢でいらっしゃる場合は便利です。そうですか。 わかりました。まあでも今日は大人一人と70歳以上一人でお願いしますはいありがとうございます男の人はいくら払いますか イベント会場で特別イベントについてのアナウンスを聞いています今日これから入場したい人はまず何をしますか本日特別イベント「宇宙を泳ごう」にご入場のお客様にお知らせいたします恐れ入りますが1回受付で 整理券をお受け取りください整理券の番号ごとに入場時間が決まっていますので時間をご確認くださいその時間にイベント会場にお越しくださるようお願いいたしますなお申し訳ありませんが1日500名様までになっておりますので整理券500番までです 明日の整理券は、明日の朝8時からお配りいたします。今日、これから入場したい人は、まず何をしますか 6番会社で女の人と先輩社員が入社式について話しています入社式で初めに何をすることになりましたかいつも通りの入社式では面白くないから何か工夫があった方がいいと思うんですけどいつもだとまず社長の話からだよね それから各部署の部長が話して「うーんそうだね」「思い切って先輩からの歓迎の言葉から」なんてどうそれもいいんですけど新入社員からの一言を最初にするっていう方法もあるかなと新鮮な勢いをガツンとぶつけるみたいななるほどねうーんそれはちょっといきなりかもしれないなあ。 あのまずは先輩が歓迎メッセージをするそれに答える感じで最後に新入社員からの言葉ってことでどうああじゃあその中間に社長の話と部長の話を挟むサンドイッチ式ってことになりますねそうですねそうしましょう。 入社式で初めに何をすることになりましたか問題2問題2ではまず質問を聞いてください。その後、 問題用紙を見てください読む時間がありますそれから話を聞いて問題用紙の1から4の中から最も良いものを1つ選んでくださいでは練習しましょう「0」 男の人と女の人が会社で話しています。女の人は昨日どうして会社を休みましたか 中井さん昨日休んでたよねどうしたの風邪でもひいたううん、うん、そうじゃないんだけどちょっとそういえばお父さん具合が悪いって言ってたねそうだったんだけど父は良くなったの今度は母がね看病で疲れたせいかちょっと寝込んじゃってでもそれだけだったら休まなくてもよかったんだけど 母が祖母の家に行くことになっててね私が母の代わりに行かなきゃならなかったのよいろいろ大変だねお疲れ様。女の人は昨日どうして会社を休みましたか?」「最も良いものは4番です」回答用紙の 問題2の例のところを見てください最も良いものは4番ですから答えはこのように書きますでは始めます1番 1> 病院で女の人が医者と話しています 女の人はどうして走るのをやめますか?」。 先生、私体力をつけるためにジョギングし始めたんですああそうですかえっと走るのはあまり勧められないんです実は田中さんは足の骨がちょっと弱いんですよ心臓は割と強いのでその点は大丈夫なんですがそうですかじゃあ歩いた方がいいんでしょうかそうですね 30分集中して歩くと、体力をつける効果がありますよ。そうなんですか。じゃあ、走るのはやめて、歩くことにします。なるべく朝、空気がきれいなうちに、ゆっくりと大きく息を吸いながら、早めに歩くといいですよ。はい、ありがとうございました。 女の人はどうして走るのをやめますか？二番。男の留学生と女の留学生が話しています。女の留学生はどうやって。 着物の着方を覚えることにしましたか日本の着物って。 習わないと着られるようにならないんだってね着方を教える学校まであるんだって驚いたよそうなんだよね実は私来週のパーティーに着物着ようと思って動画サイト見て一人で練習してるんだけどなかなかうまくいかないのよちょっと学校は無理だからね授業料だって私にとっては高いし僕のホームステイ先のお母さん 時々、着物着て出かけてるよ。本当？教えてもらいたいな。聞いてみてくれない？うーん、いいんだけど、実はお母さん、明日から外国に旅行に行くんだよ。二週間。そうなんだ。じゃあ、間に合わないね。しょうがない。今のやり方で頑張ってみる。誰か日本人の友達で教えてくれる人いないの？<laughs> 日本人の友達みんな驚かせたいからさ女の留学生はどうやって着物の着方を覚えることにしましたか 3番男の学生と女の学生が話しています男の学生はどうして図書館で勉強すると言っていますか 来週は中間試験だ僕は今日図書館で勉強するよ私は家に帰る自分の部屋が一番勉強しやすいからさねえ図書館って集中できるまあ集中どうかわからないんだけど仲間がいるからさグループでスタディールーム借りるんだよそれで教え合ったりしてるんだそうか。 あと調べ物はしやすいかもしれないねレポート書くときならそうだよねでも試験勉強だから調べることはあんまりないよああそうだねそういえば私の兄最近彼女ができたんだけど図書館で出会ったんだってそういう出会いもあったりしてねああそういうケースもあるかなでも考えたことないよ そういうことがあったとしても、それはいわゆる副産物ってやつだね。男の学生はどうして図書館で勉強すると言っていますか 4番女の人が留守番電話にメッセージを残しています。女の人はどうして明日の集まりに行けませんか すすみません大川です明日みんなで集まる件なんだけど申し訳ないんですが行けなくなってしまいました主人の母が先週からうちに来てるんだけどちょっと熱を出しちゃって病院に連れて行こうと思って主人が行こうかって言ってるんだけどまあ会社休んでもらうのもどうかと思ってねだから私が本当にすみません皆さんで楽しんでください 女の人はどうして明日の集まりに行けませんか5番男の人と女の人が話しています男の人が 子供に野球をさせているのは何のためですか 明日子供の野球の試合に僕も参加するんだよ。体力大丈夫かな頑張ってください。オタクはお子さんに子供の時から運動させてるんですね。健康な体を作ろうってことなんですね。まあ、それよりも他の人と何かを一緒にやるってこと、それを学ばせたいと思ってね。なるほど。力を合わせるっていう。 そういえば団体スポーツをすると年上の人に対するマナーが身につくって聞いたことがありますよそれはうちのチームはその辺は厳しくないんで期待はできないねあとは何かに一生懸命頑張るってことを経験してほしいんだけどそれは野球じゃなくてもできるからねああそうですね 男の人が子供に野球をさせているのは何のためですか6番男の人と女の人がレストランについて話しています。男の人はどんなことに 一番驚いたと言っていますかこの前テレビ見て驚いたんだけどさ 100円食堂っていうの紹介しててそこ何でも100円なんだよ。何でも食べ物がそうそうカレーとかトンカツとかチャーハンとか何でも100円なの。へえ利益なんて考えてないんだね。もちろん儲からないよね。人を助けるためにやってるんだって小学生はただなんだってさ。 何をいくら食べてもそれ子供のためにすごくいいね。で僕が一番驚いたのはその食堂を85歳のおばあさん一人でやってるってことえ本当にそうなんだよ買い物して料理全部してお客さんの相手も全部わあそれはすごいね 男の人はどんなことに一番驚いたと言っていますかここでちょっと休みましょう。 では、また続けます。問題三。問題三では、問題用紙に何も印刷されていません。この問題は、全体としてどんな内容かを聞く問題です。話の前に質問はありません。 まず、話を聞いてください。それから、質問と選択肢を聞いて、1から4の中から最も良いものを1つ選んでください。では、練習しましょう。例<で>学校で 先生が生徒たちに話しています皆さん、今日で今学期は終わりですねそれで、休み中の宿題なんですが今回は自由研究にします何でもいいですから、調べてまとめてみてください例えば、歴史や文化または社会的なことでもいいし科学的なことでもいいです 今までにあった災害について調べてもいいですよ。提出は休みが終わって、最初に学校に来る日です。じゃあ、皆さん、元気で過ごしてください。先生は生徒たちに何を伝えていますか一 休み中の注意。2> 2休み中の宿題。三、休みのスケジュール。四、休みについての調査。最も良いものは二番です。回答用紙の。 問題三の例のところを見てください。最も良いものは二番ですから。答えはこのように書きます。では、始めます。一番。男の人がテレビで話しています。 スマートフォンを何も考えずにお子さんに使わせていませんかそれは大変危険です。例えば、もしナイフを子供に渡すとしたら、危ないことを伝え、使い方を丁寧に教えるでしょうスマートフォンも同じように、使い方によっては子供にとって危険だと考えた方がいいと思います。特に、 ネットいじめにつながるケースが一番怖いのです。私は、使い方を教えるのは親の責任だと思います。男の人は何について話していますか一、<S 1> 1 <S スマートフォンについての注意二 ナイフを安全に使う方法3子どもの育て方4ネットいじめの怖さ 2>, 2番 女の人が子供に物語を紹介しています。この物語はある家族のお話です。お父さんはとても忙しくて全然子供と遊ぶことができません。ある朝お父さんはなんと自転車になってしまったのです。自転車になったお父さんは子供に 自転車の乗り方を教えます「お父さんがついてるから頑張れ」と励ますんですが子供は反抗して「僕にお父さんなんかいない」と寂しい気持ちをぶつけます「女の人はどんな物語を紹介していますか?」。 お父さんがいない子どもの話 2, 2自転車に乗れるようになった子どもの話3子どもが自転車になってしまう話4お父さんが自転車になってしまう話 三番男の学生と女の学生が授業について話しています日本のコマーシャルについてっていう授業を受けてるんだってどうあのね実はね思ったより楽しいんだよ先生が面白くて先生映画の作り方についてすごく詳しくて 映画とコマーシャルを関係づけた話がたくさん聞けるからへえ、面白そうだなコマーシャルも映像作品だからね映画作りと共通点あるよねそうなんだけどただねせっかくの授業なのに真剣じゃない学生が多いんでそれがねああ、そうか学生に熱心さが足りないんだよね わかるよそれ「女の学生は授業についてどう言っていますか?」「1, 1 <S 先生の話もいいし学生も熱心でとても楽しい」「二。 熱心じゃない学生が多いが、先生の話がいいので楽しい。3。先生の話はあまり良くないが、学生が熱心なのでいい。4。先生の話もあまり良くないし、学生も熱心じゃないので良くない。 問題,4問題4では絵を見ながら質問を聞いてください。矢印の人は何と言いますか1から3の中から最も良いものを1つ選んでください。では練習しましょう。 0会社で会議室に入ろうとしています。何と言いますか1いただきます。2, 2お邪魔しました。3失礼します。最も良いものは3番です。回答用紙の 問題3の例のところを見てください。最も良いものは3番ですから、答えはこのように書きます。では、始めます。1番 1> レジを待っている列に並びたいですが、 どこが一番後ろかわかりません。何と言いますか 1, ?1 すみません。ここに並んでいらっしゃいますか ?2, 2すみません。一列になった方がよろしいですか ?3 すみません。私の番はまだでしょうか 2>, 2番。ちょっと別の場所に行っている間、ここに自分の荷物を置いておきたいです。友達に何と言いますか1。ごめん、荷物渡しといてくれない 2>, 2。悪いけど、荷物見ててもらってもいい3。3> あの 荷物、見てあげてほしいんだけど。三番。会社でプレゼンテーションから戻ってきた同僚に聞いています。何と言いますか一。プレゼンテーション、上手でしたか 二。プレゼンテーション。やってみたいですか。三。プレゼンテーション。うまくいきましたか。四番。映画がとても良かったということを。いけなかった友達に伝えています。 何と言いますか ?1、1> すごくいい映画だったよ。行けたからよかったね。2>, 2、すごくいい映画だったよ。行けたらよかったね。3、すごくいい映画だったよ。行かなくてよかったね。 問題5問題5では問題用紙に何も印刷されていません。まず文を聞いてください。それからその返事を聞いて1から3の中から最も良いものを1つ選んでください。では練習しましょう。 0やあ、久しぶり。元気だった 1, ?1 それはよかったね。2, 2ええ、山田さんも元気そうね。3もうすぐ会えるね。最も良いものは2番です。回答用紙の問題5の 例のところを見てください。最も良いものは2番ですから答えはこのように書きますでは始めます1番えこれイタリアのお土産なのくれるの1うんあげる。 に。2> 2うん。くれる。三。うん。もらう。二番。新しいプロジェクトについての資料。ご覧になりましたか。一。え。 お見せしました。二。ええ、見ました。三。ええ、お見えになりました。三番。ええと。 部長が出張からお戻りになるのは明日の3時でしたね1はい確かそうだったと思います 2, 2えもう帰ってこられたんですか 3, 3ええ、今デスクにいらっしゃいます 4番ちょっと先に行っててほしいんだけど1わかった私は後で行くよ 2, 2じゃあ向こうで待っててくれる 3, 3うんじゃあ向こうで待ってるよ 5番。すみません。ここで自転車が借りられますかはい。お返しできますよ。2> 2はい。お借りできますよ。はい。お貸しできますよ。 6番、いらっしゃい。どうぞお上がりください。1>, 1、どうもありがとうございました。2、2> はい、では失礼します。3、お疲れ様でした。 7番、美味しそうな料理だね。僕ももらっていい ?1、どうぞ、ご遠慮なく。2、2> どうも、ごちそうさま。3>, 3、ええ、お願いね。 8番、ちょっとわからないことがあるのでお伺いしたいんですが。1, 1はい、何でしょうか。2, 2よくいらっしゃいましたね。3どちらに行かれましたか 「その窓をそのまま開けといてくれる?」「1」「うんじゃあ今閉めるね」「2>, 2」「うんじゃあ今開けるね」「3」「うんじゃあ閉めないでおくね」 これで懲戒試験を終わります <music>